はいみなさんこんにちはレック専任講師の平野ですそれでは土地家屋調査士ってどんな職業というタイトルで、えー、本日はガイダンスの方を始めさせていただきます、えー、土地家屋調査士、えー、名前から来て皆さんどんな仕事というイメージをお持ちでしょうか土地を調査する、えー、土地どんなぐらいで値段で売れるのかなっていう調査でしょうか家屋を調査する、えー うちの建物自身大丈夫かなそんなことを調査するんでしょうかいやこれどちらでもないんですね土地家屋調査士というのはですね、えー、例えばここに建物が建っていますこの建物どんな建物ということを登記手続きをするこれが土地家屋調査士なんですでそしてこの建物誰の建物という登記手続きをするのが実は司法書士さんになるんです というように登記手続きという面から見ると一番近いいい仕事をしているのは司法書士さんということとになると思いますねでこの登記ということなんですけども、えー、登記書というのが全国に、えー、国の機関としてありましてそこに土地や建物これ不動産というんですけどもそれが、えー、誰のものかどういう人の権利がついているのかっていうのを、えー、そこに登録してやって、えー 土地欲しいな建物欲しいなっていう人がそこへ行って調べれば現在誰のものかどんなものかっていうのが分かるというような仕組みになっているんですよね。でこれで日本では土地や建物っていうのは非常にどうですかね高価なもんですよね。で取引においてトラブルこれが起こるとですね当事者だけではなくって社会的な問題にもなりかねない。そこでこでの えー、不動産の取引が安全かつ円滑に安全ににとと円滑にいうのは少し逆かもししれません、ね、安全に取引しようとすると非常に一生懸命ですね誰が所有者かどういうものかきっちり調べようということになればなかなかこうねスムーズに手続きが進まないところがねそんなことをおろそかにして手続きスムーズにどん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 進めてしまうと何かトラブルが発生する。そこでこでの 安全でかつスムーズに行われるための制度として考えられたものがこの不動この登記制度というのは登記書に今申し上げましたように土地建物がどんなもの誰のものというのが登記されているということなんですけども誰のものどういう権利がついているというだけではですねどうでしょう土地や建物それはどれなの どののの建物ななといいううがはっきりしないと思うんですよねそこでその誰のものという権利の対象となっている土地がどこにあるどういう利用目的で使用されているどのぐらいの広さの土地なのか建物については同じようにどういうところに建っている建物でどういう構造木造とかですね鉄筋で建っているとか。 でどういうふういいに利用されている普通に住宅として住んでいる工場として使っている、ねえー、そしてその大きさがどのぐらいなのかというのを、えー、登記しておくことによってその権利の対象である不動産の物理的元教といいますこの物理的元教をはっきりさせるというのが土地買う調査士の仕事ということなんですね。 とということでこでの法務省の管轄になる土地科う調査士という資格なんですけどもでも法務省の管轄と,と,というと何となくえ法律手続きだけでこう室内にこもって書類を調べるというイメージを持たれるかもしれないんですけどもね今申し上げましたように土地や建物がどんなものということはその場所に行って外で調査しなければならない。 そしてその大きさなんかを測らないといけないということで外でね作業してそしてその大きさなんかを計算して、ね、する作業がついてきます。ということで少しですねアウトドアの作業も来るそしてその編集したりするのに理科系的な理数系的なこう計算作業もあるそしてその成果をまた文系的論点によってえ 法律に照らし合わせて申請するこんな両局面を持った資格が土地家屋調査士っていうことが言えるんじゃないでしょうかねでは今日はここでねまずその土地家屋調査士の業務ですね具体的に土地や建物それぞれ例題あげましてどんな風に仕事をしているのか いその後じゃあその土地買う口を士しになるにはどのようにしなければならないのかまあこれ資格を取るんですけどもねでそれについてその資格を得るにはどのぐらい勉強しなければならないのかっていう、まあ、大きく3段階でこの講義の方を進めていきたいと思います。ではまずその不動産の登記業務ですね。 どんな風にするのかっていうところで、分かりやすいところではまず建物から紹介していきたいと思います。えー、ここに建物が例えば立ちました。で、まあ普通の1戸建てぐらいにしましょうかね、えー。それはもちろんね、大きな工場の建物とか、まあ小さい物置程度のものとかいろいろあるかもしれませんけど、まあ、えー、普通。 4人家族程度の方がお住まいになる普通の住宅が建ちましたということを想像してくださいその場合どのように手続きするかじゃあこれどういうところからその依頼が来るねんこんな話はまた後で、ね、させていただきますじゃあ建物新築建ちましたそれ、えー、登記してくださいという依頼を受けました、ね、するとまあその関係資料を依頼者から受け取りますそうするとまずするのがその建物が てていいるる場所ですねこれを管轄し登記ですねそこに行ってそのいろいろ調べていくんですけどもまずこの登記書なんですけどもだいたいこの行政区画ですね行政単位市町村とかそんなところをベースにある程度立ってます市やとか空やとかまあ複数の空とかを担当している登記書っていうのもあるんですけども何が言いたいかと言いますとあの 建築された現場とその管轄している登記書それは全国いろんな登記書があるんですけどもまずその登記書に行きまして調べましょう何調べるかその建物が建っている場所土地、えー、どういう土地なのかどういう利用状況で使われていて誰が所有している土地なのか、ね、でそして周りがどのようになっているのか。 これを調べていきましょう、えー、大体どのぐらい時間かかるか東京でそうですね1時間ぐらいですかねでそこでいろいろ調べます費用どのぐらいかかるかいろいろ建物の、ね、状況とかによって違うかもしれませんけど、まあ、1万円以下ぐらいじゃないでしょうかね調べましたそしてそのデータを持って今度その建築現場に行きましょうね行きました ではどんなことを調べていくかまず敷地の状況を見ましょうどういう土地に建っているのかあこの建物ですね、えー、周りの土地との関係はどうなっているのか、えー、お隣のここの土地に対してはこういう幅で建っているなとかでそれちょっと測っていきましょうじゃあどんなふうに測るのか、まあ、建物の規模によってもいろいろあるんですけど先ほど申し上げたようなまあ一戸建ての 4人家族ぐらいで住むぐらいの、まあ、2階か3階ぐらいの家だということであればこんな実はコンベックスってかかりますかねご家庭にも多分あるようなこれ5 5メートルって書いてますけども5メートルから7メートルぐらいのこういう金属製のき尺ですね。まあホームセンター行ってもまあ1,000円以下ぐらいで売ってるものもありますよね。ここれれ使えますねで,これで どんなふうに測んねんやっていうとこれさすがに試験にも出るようなことになってくるので、えー、このガイダンスの中でどこどう測んねんっていうのをちょっと申し上げきれないのでまあいろんなとここうやって測んねんということで今日は思っといてください。でまず建物の場所をどんなふうに建ってるのか測りましょう。隣の境界線あここにあるなところから何センチのところに壁あるな。 これをいろいろ繰り返しいろんなところを測りましょう。次にじゃあ建物の大きさを見ましょうか。ね、建物の大きさこういろいろ外側から測ったり、中に入って中から測ったりいろいろしていきます。ね。次に建物どんな素材で建っている構造で建っているのかな調べましょうね。えー、あ木の柱で建っているのか。ね、まあ多くの、えー、住宅やったら木造が多いかもしれませんね。 えー、鉄骨で建っている頑丈な住宅なんかいやこれは鉄筋コンクリートなのかこういったものを調べていきます。もちろんまあ設計図がある場合にはそれにおいてある程度分かるんですけども、まあ、土地家屋調査士の中にはそれ見てもう設計通りやろうってこんな判断する人はいません。現地ででちゃんんと見ますすそしてて今度種類ですねどんなななに利用されていく建物なのかな、えー、居宅 住宅用として「居宅」と言いますけどこういう建物なのかあるいは事務所として使うような建物なのかこんなに調べます先ほど今回は4人家族ぐらいの住宅と言いましたので今,日は今回は居宅ですかね今度は屋根の種類見ましょうかね屋根瓦葺きなのかこういう鉄板で拭いているようなものなのか。 あるいはコンクリートをこう水平に流したような陸やねというような屋上のあるようなタイプなのかこれいろいろ調べましょう、ね。で今回はあ瓦武器かなっていうことであればそれで調べて写真撮って帰りましょうか。で何階建ての構造になっているのか、ねえー、ロフトって分かりますかねちょっとあの12階みたいなものがあったりするのかそんなこともいろいろ調べましょう。 でさてこれでどのぐらいの時間がかかったのかということなんですけども登記書へ寄って現地へ来て作業してまあうまいこと言えば午前中だけで済ませるかな、ね、まあちょっと慣れなくて効率が悪かったら午後にかかってくるかなぐらいのものじゃないですかね。で事務所に戻って今こうやって。 いいろろってきた成果ですねこれで図図面面をを作っていきます図面を、えー、どういう土地の上にどういう形で立っていて1階がこんな形2階がこんな形3階がこんな形で床面積はそれぞれ1階2階3階こんなのかなどういう敷地に対してどんな位置に立ってますよこんなの。 でこれを単に、えー、測ってきた成果だけじゃなくてこれを法律と照らし合わせてどういうところが床面積っていいますけど大きさに含めるのかここは含めないのかと判断をしながら手続きをしていくそして申請書とかを作っていきます。で、まあこの辺でね、えー、各種必要な書類のやり取りっていうのがあるんですけども、まあ、最初に一式もらう時もあるしこの段階でもらいに行くこともあったりします。 まあ本日は一応書類全部これで揃ったとしましょうそしたらこれを登記書に申請・提出しますこの提出の方向は登記書に足運んで自分で持って行ってもいいし郵送送でで今は送ることもできま,すまた「電子申請」といってインターネットでこの情報を送ることもできます。 まあ今、登記書手続き的にはインターネットが非常に推奨されているところもありますけどもねでこれで申請しましたで、登記書の方では受け取った内容を、えー、調査して問題がなければ、まあ、1週間以内ぐらいで官僚の連絡が来ます、ね、あるいはこちらから、えー、完了しているかというのを聞きに行って手続き受け取りに行くと。 でもしもこれに何か問題があったらですね、えー、書類の不備とかがあったらその時に向こうから連絡がありますねでその、えー、不備を訂正するような形の手続きやり取りをして完了しますそうすると、えー、書類を受け取りに行くあるいは郵送で送ってもらうインターネットで必要なデータを受け取るという形で完了しました。でこれを 例えばこの頃は最初に「登記所に行く」と言いましたけどもインターネットでですね非常にこの辺のデータを調査することができるので直接登記所には行かずに現地だけで作業をすることも可能になってきていますね。 でこれでまあどのぐらいの報酬が得られるのかということなんですけど、まあ一概には言えないんですけど、まあ十万円を前後するぐらいの報酬になってくるんじゃないかなっていうところなんですね。でこれがまず建物についての一例でした。では次土地ちょっと考えてみましょうかね。土地例えばね、えー、ここに教室があるんですけども、この教室ぐらい大ぐらいの土地ですね。これを えー、親世帯がここに家建てて住んでますよで前にちょっと空いてる場所がありますねこの空いてる場所に今度子ども世帯が家建てて住むんですよっていうような局面を想定しましょうかねでそんな場合に、えー、別にね場所はあるんですから、えー、合法的に計画して家建てればいいんですけども、まあ、これ現金で払って建てるんやったら別にね、えー 自分の土地内やねんから誰が建てようが自分が家建てようが子供が建てようが自由なんで建てていけばいいんですけども、などうですかね銀行でお金を借りて建てるということも多いんじゃないでしょうかね銀行で融資を受けて建てます例えば1000万資金を銀行から借りて家建てますということになったとしたらその時はねあのその建物についてこれ担保って言うんですけども何か例えばあの ローンを組みますよね。で返済しますね。その返済に何か問題が発生したり返済ができなくなるとどうなるかというと、この先最初に申し上げましたように土地や建物って非常に高価なものっていう考え方をしてますので、なかなかね個人的な信用だけでその家とかのお金ってなかなか貸してくれないんですよね。そこでどうしているかというと、こういうものを物的担保っていうんですけど、物に対しての 権利をつけて例えば支払いがもし滞ったらこの家ですねこの家をこれ競売といいます、えー、売る手続きをしてその売買代金から貸したお金をあ、えー、てがえますよというような契約をするんですねこういうのを定当権というんですけどもこんな手続きを持って家の計画に進めていくと。でそうなるとね 空いてる土地やから建てようじゃなくてその土地についてもですねこの建物が存続していく上必要な土地ですので,で、ね、七地利用権っていうこの土地に対する何かも権利もいるのでそこでこの土地についても、えー、場合によってはこの建物についての必要な場所ということで、えー、その抵当権と言いましたそういう担保ですね建物を売る時に一緒に土地も売りましょうか。 っていうことになっててくくるるのでそうなっっとねこっちに親世帯住んでる前空いてるからそこ家建てようかじゃなくてその子供が建てる家についての敷地っていうのを一つ整理した方が何かといいんですよね。でそこでそういうように大きな土地あんねん空いてるところに家建てんねんっていう時に、えー、手続きとしてだいたえー 関与してくるののののがそそ土地地をその建物計画地のところだけを別の土地にするこういうのを土地を分ける分泌っていうんですけどそういう依頼が来るということなんですこれも誰が頼んでくるかっていうのは後でまたお話しするとしまして土地の分泌の計画がありましたこれを依頼を受けたとしましょう。さあそうしたら 土地について分泌手続き進めていきましょうというとまず先ほどと同じようにその土地を管轄している登記所へ行っていろいろ調べていきましょう今度はね先よりもう少し頑張ってたくさん調べないとダメなんですよまずその土地についての状況ですねどんな利用状況広さどんなんや誰のやって調べたりします で周りの関係ですねこのの周りの関係をもう少ししっかり調べないといけないですね建物の登記に比べてで、えー、どういう経緯で決まってきた土地なのかそんなんを調べていきましょうで今度は少しさっきよりお金かかるかもしれませんね費用かかりますねでまあ単位的にはそうですね1万円以上ちょっとかかるかもしれないぐらいやと思っておきましょうかでそのデータを持って今度現地へ行きました さあ土地測りましょうかということなんですけど土地測るについては今度はこんなねっ薪ブコンベックスではなくてトトトランンシシッあるいいはーータルステーションこんな機械を使いますでどんなものかというと道端でよくこの三本足の,この三脚ですねにこういう双眼鏡みたいな機械えっとね 写真で見ていただきましょうかねちょっとこれは、えー、パンフレットに載ってます7ページのところにも同じものが載ってるんですけども、ね、ちょっと覗いてる風景がありますけども、ね、こういう三脚に三脚の上に機械が載ってます。ね、でこれどういう仕組みになってるかというとその上ね、えー ししっかりした三脚の上にこののぐらいの箱載ってますでこれ望遠鏡がついていて望遠鏡の中にこういう、えー、それこそライフルの照準みたいに十字線みたいなのがついてるんですね。であるところにその十字線を合わします。ね。だそして次に、えー、違う場所について十字線を合わします。するとこれね中に分度器みたいなものがついてて。 最初に見たところと次合わしたところとのこの間の角度が分かるような仕組みになっているんですね。でプラスこの照準したところでボタンを押したら光が飛んでそこの到達時間で距離が分かるんですよ。そううするととととここここここからままずここ見たののの距距離離角角度度でで間い 空間的にその位置関係が分かっていくこれを数多く繰り返すことによって、えー、それぞれの測量した点ですねこれの空間座標ねこれが決まっていってその大きさを編集できるというような機械の仕組みなんですよ。これ覗いてねでこれねあのどんなも先ほど見ていただいたんですけど、まあ、街でこうやってやってるとね、えー お子さんかたちがこう学校帰ってくる時なんかやったらカメラかー思ってこうって手振りに来たりとかですね前なんかはこうやってやってたら「うわグーグルや!」ってグーグルの,あの街の撮影ありますねあれと間違われてえらいもう人気者になったりすることもあったんですけどもねもうそれはもうよう否定しませんでしたけどもねでこんな形のものですとりあえずねでこれでで測ってていいきますす作業時間なんけども建程度の土地ととうこで測っていきます。 まあ先ほどみたいに今度はね朝から行って昼過ぎもうちょっとかかるでしょうね1日かかるかもしれませんね。でえまあざっととりあえず測量して1日かかってきました事務所へ戻ってきましたこれでそのデータを編集していきましょうということなんですけども先ほど建物の場合はここで大体ね図面作ってね調べてきたデータを申請書作って。 でこれ申請出しましょうかってすいましたけど土地の場合ははそんんなな簡単には済まないんですよ何かというとえ今測量したポイントがお隣との境界で合ってるのかどうかっていうことは勝手に決めれないのでね各関係者ですねお隣の方に会っていって境界がどこなのかってこれよくあの我々は立ち会いね立って会うね 立ち会い業務なんかを言というんですけど現地でここが教会ですねっていう確認したりしていく作業をしていくとでその中で個人所有地ばっかりかというと、ねえー、道路、ね、国の道路に面しているあるいは県の道路に面している市の道路に面しているこんなところあるでしょうそれについてその、えー、各観光所にですね その道路との境を決めてくれいう手続きしないといけないあるいは川に面しているところもあったりするかもしれませんねそれぞれの観光所にその手続きをしていくまあ同じように立ち会いしてどこですかって決めていくわけなんですけどでそれぞれ事件者というか土地の、えーね、関係者に来ていただいてこうやって作業していく。なかなかか、ね、そこに お隣にお住まいの方ばっかりやったらいいですけどもねそこに現地にいらっしゃらない方やったら連絡取って、えーねえー、来ていただかないといけないかもしれないということでなかなかすすぐにはは今度は整理でで難しいですねで道路なんかがある場合には場合によってはスムーズでも1ヶ月ぐらい場合によっては3ヶ月ぐらいかかったりしますねあるいは小手続きでもっと1年以上かかったりする場合もあります。で 各手続きとえ見て見に来ていただいて教会確認できましたね。で、場合によってはこれ遠くの方やったら文書でやり取りしたりとか、ちょっと遠いところまで出向いたりするかもしれませんね。まあ、ただね。これね東京か大阪間行き来して交通費出していかなあかんまあ、そこまでのことって少ないですね場合によっては先ほど言いました。データのやり取りをしたりとか。 代理の方が来たりとかで、まあ、何回も東京大阪間、ねえー、九州北海道沖縄までこうデータを持ってうろうろするってことはあまりないと思います。で、えー、順番に「確認できました」「できて図面ができました」「そして「どこをどういうように2つにするんですよ」というのが決まりましたではこれを登記書に出しましょう出し方先ほど言いましたね。 直接持っていく方法を郵便で送るインターネットで送信するで登記書ではこれを受け取って現地見に行ったりとか現地見に行く場合に同席したりする場合もあります何を調べるかというとまあ測量の精度はもう一回ね この調査したらないなもう一回測ったろうかということは少なくてですね隣接土地との関係ですねこの辺の杭がちゃんとあるかとかこういうところが多いんですけどもね一応これをきっちり調べて問題なければ登記が完了しますそうすると登記書に受け取りに行く郵便で受け取るメールで完了したデータを受け取るでこれで完成納品する というところなんですけどもだいたい費用的にはですね建物よりずっと高額にこれ100万単位になってきたり100万近い金額になってきたりするというところなんですよね。でこれらの手続き、えーね、先ほど言いましたようにそんなにお金かかったんかっていうと、ね、そんなにこう例えば何か仕入れて作って売るもんあんねんっていうような感じじゃないので、ねえー、実はそれほど 経費かかってないんですよねどうですかねじゃあ最初に東北所行ったり現地行ったりするのに、ね、歩いて行ったらいいのかまあたすがにねあの歩いていくほどの距離じゃないと思うので車は欲しいとこ自転車でいいのかまあ、ちょっと機材があったりするので車は欲しいところですけどもねまあそれほど大がかりな車じゃなくてもいいですよ本当に普通の、えー、自家用車で使っておれるものをそのまま使うぐらいで構わないと思います。 現地でいろいろ作業しました土地でも建物でもいろいろ測りましたで服汚れるよ、ね、靴減るよ、まあ、そんな程度ですよで事務所で作業しました、ね、で特別になんかそこで費用かかるものはありませんでしたねもちろん最初に機械仕入れるそれは費用としては必要ですけども、ね、それがために使っていくものってそんなにありませんでしたね杭入れるよって杭ってそんなにね何円もするもんじゃありませんもんね。 とというところなんですよじゃあこの報酬何やねんっていうことなんですけど、えー、土地家屋調査士の報酬の多くは、まあ、技術代と責任代っていうことが言えるとと思ううんですよねで技術代はというとやっぱりまずね建物については、ね、こういうコンベックスで測るよと言いましたけどもいろんな建物をどんどん新しいものできてきます。 もうそうそですね昭和の初めなんかでは野球場に屋根があるなんてことはなかったかもしれませんけどね今やもう普通にああいう大きな競技場で屋根あるものっていうことは屋根があるってことは建物なんですよでそういうものが存在してます。ではどんなふうに面積を測るのかどういう構造なのか、ね、そういうものについてはいろんな新しい技術、ね、規則を勉強しないといけない。 測量に関して土地に関してはいろんな新しいシステムですねこれを知っていかないといけないどんどん新しいルールを知っていってその経験をしなければならないという経験的なものが一つそれとはあとは責任代ですね建物でもそれによって誰の建物かっていうのを特定する要素もありますし大きさがどんなんか構造がどんなのから とということによっってて税金も決まってきまきす土地についてはね大きさこれしかす問題かもしれませんもんね南北に何メートルあるよ、ね、それについてもしっかりとルールを、ね、守って測量しなければならないという義務があるかもしれません。まあ、ただねじゃどうでしょうどのぐらいその責任を取らないといけないのかというと。 まあもう仕事を辞めてもうゆっくりしとこうかっていうようなところになったとしても一旦その図面がね東急に残りますのでねずっと責任取っとかなあかん。いや一生そんな責任取らなあかんにやったらちょっと重いわと思われるかもしれませんけどで測量した成果がですね、えー、自分では1 0ルと測ったけども後に誰かほかが測ると 5ミリぐらいたらんでとか、まあ、こんなね一生懸命やったのに測量の誤差があるっていうのはまあある程度機械の誤差もあるでしょうしそこは責任はは問われることとないと思い思ま,まあどんなことが問われるかというと、ね、お隣とここ教会確認したと言ったけども確認してないじゃないかとかね観光所ときっちりした手続きをしてないのにしてるようなことを調査に書いてるとか。 まあ表現悪いですけど不正をしないための責任というところもあるのかもしれませんね。でということになればこの報酬比較的土地買う調査士というのは高額逆に言うと、えー、費用は比較的、ね、報酬は大きいけどそれに対する丁寧な仕事、ね、公正な仕事が要求されるものというのが土地買う調査士の、えー、業務職業というところ職業的な地位というのかもしれません。 あと、ね、これ以外にも、えー、よく道路なんかで測量とかいうことをしてると思うんですけどねでこれについてはですね登記手続きっていう法務省の管轄としての土地買う区調査士の資格がどうのっていうのは、えー、ベストして、ね、土地や建物を測るっていう技術を土地買う区調査士は持っているのでそこから派生してね例えば建築計画するのに道路どうしようかとかですね。ね この壁どうしようかとかそんなことに対するこう測量的な技術でしている仕事もあるのかなというところですね。はい、でこれがと違う区調査士のまず「仕事」「土地」「建物」というところでちょっと例としてお話しさせていただきました。では、ね、その仕事どんなとこから依頼が来んねんいう話なんですけども「ねえー、家建てたんやちょっと投機頼むわ」まあ、これはあんまり少ないんですよ。 土地分けたいんや、ね、息子の家建てるのでそこを分泌したって「頼むわ調査士資産」まあ、これも割と少ないですよ。あの場所によってね、えーまあ、大都会じゃないようなところで比較的どっちか言うと、まあ、大都会がそうやっていうわけじゃないんですけどもあの人と人との関係が比較的密接でいろいろ人間関係ができているところで、えー、こういう手続きするんやったらあの人に頼もうとか。 あの人に相談しようとかそういう社会においては、えー、このような家建てたから頼むわっていうこともあの経験ないことはないんですけども、えー、多くはないですねではどんなところから注文が来るのか例えば建物が建つっていうことであればこのきっかけを作っているというところで建築屋さん、えー、その手続き的な、ね、ところに関与しているということで不動産屋さん とといいうところが多いんですよであるいはその、ね、先ほども言いました銀行なんかがその、ね、担保と言いました抵当権というのをつけるについての手続きとして頼むっていうケースもあるんですけども、まあ、銀行はこの、えー、そういうお金の関係するところなんで、まあ、銀行でこれ手続きを指示していただいているということはよっぽどこのまあ信頼 ね、得た調査士なのかなっていうところを思いますけどもねで、まあ、すぐすぐそこに参入していくことは難しいのかもしれませんけどであとね実は案外多いのが司法書士さんなんですよ発注先として。これ何でかというと、ねえー、銀行の話もしました、えー、建物建てましたっていうことになれば例えば。 最初ねお話し前に現金で建てんねん言うと、もうとりあえずばっと工事が進んで、で完了したらお客さんは現金お金払うだけっていうところなんですけども、でローン1000万円借りていや建てんねんっていうことになれば銀行はその資金を許します。でそうすると銀行はその資金を出す時のタイミングを見計らって、ね。 ちょっと個人の信用だけでなかなか貸せないのでそこにさっき言いましたように担保権っていうもしも支払いが滞ったらその対象のものを、ね、売ってそのお金から貸したお金をあてがえますよっていうような手続きをするつまりその担保権抵当権というのを登記すると同時にお金を貸しましょうかっていう手続きをする。 となるとここで登場していくその権利の登記なんですけどこれ担当すするのが司法書士さんなんなですよそうすると割と皆さんの興味は司法書士さんに担保の登記をしてもらって融資をしてもらうこれやということになるのでねそれの時期とかそれを中心に手続きを進めていきます。では司法書士さんとししてもよっしゃ、えー いつごろ決済のいつごろそれが実行される手続きなんで任しとけっていう感じなんですけどよう考えたらえまず自分が登記書を持てもその建物っていうのは新築する場合でしたらゼロから立つわけなんで何の情報もありませんよね登記書には何もありませんよね。というとそうすると司法書士さんはね 取引している土地買う調査士に頼んで、えー、まず前もってどんな建物かっていうところを物理的現況の手続きをしてくださいよと依頼をしていくそうすると依頼を受け地方諸市さんから受けてそれを地方諸市さんに納入したりするっていうこともあるんですよね。 反対に土地家屋調査士がその資金のところまで計画に関与して受けて司法書士さんにこれを頼むってこともあるんですけど、まあ、これややってる調査事務所はなかなかか一流やと思いますわそ逆にここまで、ねえー、食い込めるとなると、えー、なかなかそ,のそういう資金面でも信頼のおける事務所として成立してるんちゃうかな。ということは土地家屋調査士司法書士両方持ってる事務所はどうやねん言うと。 依頼を受けたら自分でしますただねあのもちろん両方受けると両方できるのでそれは素晴らしいことではあるんですけども、ね、開業当初なかなかねそうなん両方受けるっていうことは難しいので土地家屋区調査士目指してる皆さん焦らずに土地家屋区調査士の仕事としてまず、えー、業務していただくと使用誘致さんとそんな関係も作っていけるのかなっていうところだと思いますね。というところがえー 始発注先ととして多いところなんですよ建築屋さん不動産屋さん、えー、司法書士さんというところですね銀行というのはちょっと先ほど見言いました特殊なところあるいは個人から来るのも特殊かなというところでしたでじゃあそのような方から依頼を受けましょう設備はどんだぐらいいるんやっていう話なんですが、えー、建物からいきましょうか。 建物を登記するのに必要な書類をもらいに行きます。まあ、車あったら十分ですよね。まあ、これ電車でも行けるかもしれません。現地行きますね。測ります。コンベックスでしたね。1000円以下ですよ。で服汚れるので大丈夫な服着ましょうか。言うても別に特別なものもいりませんね。作業に適合するようなものでいいでしょう。 で事務所に帰ってきました何いるかパソコンいりますねパソコンでも特別なパソコンねワークステーション的なものっていらないんですよごく家庭でゲームしておられるようなパソコンノートのパソコンでもできなくないですよ、ね、まあ10万円以下のぐらいのもので十分できるんじゃないでしょうかねでプリンターね でプリンターに関してはさすがにねパソコン買ったらついていますっていうようなぐらいのものではちょっと不足かもしれないです。できたら A3 か白紙で A3 言うたら今そっくりにあるパンフレットを広げたこのぐらいの大きさですよねこのぐらいまで印刷できた方がいいのでまあ いろんなものがあるでしょうけど二十万円とかそれぐらいするものあるいはもっといいものだともっともちろんいろいろありますけどねぐらいは必要かもしれませんねでもなかなか知れてるなとそれだけで済んでよかったんですけどねえ専用のソフトがいるんですよ図面書いたりするソフトこれがね割と高くて百五十万とかぐらいしてくるんですよねでまあこんなん言うたら怒られますけど 特別そんな立派なあの内容か言うたらどうかなんですけどねえ競のゲーム用のソフトの方がよっぽど複雑でタ、ね、コついてるのはな気するんですけどまあ数がちゃうんでしょうねゲームのソフトなんかものすごい数出ますけどこんな、ね、測量のソフトそんなにいっぱい出てるもんじゃないので非常に高価なのかもしれません。というところがかかってきます。でででは土地までするとなると土地地ますするるととななの測量機なんですけども これ、まあえー、数年前までは外車ぐらいしますねっていうところだったんですけどこの頃国産の車ぐらいの値段ちゃいますかねまあ200万とかぐらいからあるいはもう少し安いのものがあったりしますねまあその機材によっていろいろなんですけどまあそのぐらいの値段ですよ。うん、ではこれねどの機材どんなんやっていうと、えー、リユースなんかしたらそんなに負担なかった あと一旦ん仕入れてしまえば日々こういろいろ買い足してしないといけないものって少ないですよねインクとか紙とかぐらいですもんね。そうなるとね実はね事務所の場所代っていうのが結構その経費の中に占めてくるんですよ。事務所所の場所代、えー、でこの事務所の場所代なんですけどもではご自宅でできるか言うと結構できるんですよね。 なんでやいうと司法書士さんなんかの場合ですと書類を持ってくるとかいうこともありますしね現にあのいろんな登記書行くと登記書の前にね司法書士さんの事務所たくさんあったりしますでしょ。う比較的調査士のの事務所の方が少ないんですよねなんでやいうと調査士の仕事はね土地でも建物でもその現場があってそこに行くじゃないですか。 書類だけを見て仕事をするんじゃなくって現場に向かうので、えー、どちらかというとこちらから出向くことの方が多かったりします、ね、お客様に会うにしても現地であったりすることが多いでしょうで依頼者建築屋さん不動産屋さん消費者さんこれについても事務所へ、えー、書類を受け取りに行くことが方が多かったりするかもしれませんね で銀行に至っては家まで書類持ってくるっていうことは多分ないですもんね事務所まで持ってくるいうことでこっちから出向くことの方が多いと思いますもんね。というような具合なんですよ。となると事務所経費を節約するとさっきの測量代100何万、えー、測量機械200何万とかいうのもなかなかね、えー、ちょっとリースなんかすると手に入らないところではないんじゃないかな。 というところです。それほど負担なくできるのにちゃうかな。で場所もね、えー、そのそれらの機材が置いとける場所があればということなんで、それこそそうですね、6畳もいらないですよね。2畳ぐらいのスペースがあったらできるかもしれませんね。ただね、あの事務所よく家家でやってたけど外へ出すねっていうきっかけになるのは。 1一人でやるんじゃなくて他にね事務手伝ってくれる人ができたとかそういう時に、ね、家の中こういつも入ってくるのも何なん,なんで外へ出すっていうことの方が多いんじゃないかなと思いますね。はい、というところで大体それが設備的なな費用なんですよねでは次に経験ですよね経験どのぐらい必要なのかというところなんですけども、まあ、これをね長いこと 土地家屋調査事務所をしているような、ね、ベテランの方に聞いたらそんなん10年とかぐらいでもなかなかできへんのちゃうか独立できへんのちゃうかということを言うかもしれません。でもね実際にはね、えー、私の授業を聞いていただいて「サラリーマンの方ですわ」「合格しました」「どうしましょうか」という相談を受けて「いやあの 独立してみようと思うんです。まあやってみたら応援するよっていう形で独立されます。もうサラリーマンも全然違う世界ですよ。試験の勉強はも,もちろんされてますけども、で合格しました。事務所登録しました。で仕事が取れました。まあこれちょっと知り合いに塩医師さんがいたりなんかするケースがあるんですけどね。仕事が来ました。建物新築ですわ。取れました。 ななかなか自分一人で用しませんいうことで私いろいろ一緒にアドバイスしてそれこそコンベックス持ってこうやってはかんねんこここうやって図面描くねんってで図面書きはります先生しゃはります2件目から一人でしゃはりますわ。なかなかこれがねえやっぱりね事務所に勤めて誰かの補助としてこう手伝っていく。 っていう経験も重要なんですけども自分が本職として手続きして申請するっていうのってやっぱりなかなか経経験験つ出すことによる経験って大きいのかもしれませんねあともう一つその登録するとその研修会があったりとかですね同じく調査し仲間でいろいろ新しい技術や法令なんかを取得していくというところもありますのでそういった意味でも経験がどんどん上がっていきますね。 とということでじゃあどのぐらい経験必要なのかっていうとそういう事務所の補助者的なところはどうでしょうかねで、えー、1年2年ぐらいしたらな、えー、十分ある意味十分なのかなそれよりももっと自分本職として手続きしていくことが重要なのかなと思ったりしておりますね。はいではね 例えば測量しましょうというと測量するについて経験が不足やと効率ももも悪くて時間かかかるかもしれません、ね、じゃ建物についてはそのぐらいでできたとしても土地の測量があったらどうかなんですけどもともとね土地の測量はその測量も機会もいりますし誰かお手伝いしてもらうことも必要なのかもしれないので、ねえー、測量ができる方と一緒に組んでやったらどうですかね。 もちろん自分でもその機会依頼ながらになると思うんですけども、ね、あのそんな中で仕事をしていくと、ね、測量も覚えながら、まあ、最初のうちはね非効率な部分もあったりするかもしれませんねベテランが1回で住むところ二2回行かなあかん3回行かなあかんとかあるかもしれませんけどもそれでもどうですかねそこの頑張りいいちいち 報告するわけじゃないのでねお客様にね「また行きますね」って「私効率悪いからまた行きますね」って言ってるわけじゃないのであの丁寧にやってますということでねまあ測量の成果についてえ下手なものが測ったら誤差が下がるねんということはあんまりありませんのでそういう意味では経験というのは本職登録してするところでカバーできるんちゃうかな。 でも、ね、経験が必要なところが1個あるんですよ。発注者とととの対話っていううころかなと思うんですよ建築屋さんに「家建ててん」「登記すんねんどう?」「どういう手続きしたえのいくらぐらいでどんな期間かかるのっていうと、えー「すいませんちょっと調べていきますわ」なかなかこれではね話がポンポンと進まないかもしれませんねあどんな家ですか」あ「あこういう準備した方がいいですよ」「いくらぐらいかかりますよ」 あ土地分けるんですかどういう手続きが必要ですよこんなところつまり仕事の段取り的なところでの会話っていうのは経験がいるかもしれませんね。ねでということは先ほどの私の受講生の話もしましたけどもつまりね不動産や建築や司法書士に知り合いがいて。 自分が合格したところの未経験やけどもとりあえず仕事やるわっていう人が身近にいる方もう早々に試験頑張って合格して登録しましょうよ。でそこで仕事を一つこなすことによってそれの手続き精通できますどん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 成長していけると思います。というところで、えーね、その今までの知り合いがいる方はどんどん合格していきましょう。では その仕事をするためにはどうしたらいいのかっていうところなんですけどもえとりあえずは経験してみようかなこれがすぐにはできないですよ。土地家屋調査士連合会というところの名簿に名前を登録する必要があるんですよ。じゃあ誰が登録できんねんっていうと「土地家屋調査士試験に合格する」。ねあるいはえもう一つだけ道ありまして。 登記のね、法務局の登記官として専門的にその仕事をした場合に登録できるんですけどこれは少ないですよなかなか、ね、時間期間もかかりますし経験もありますしであとねこの土地家屋調査士という資格にはアッパー資格というのがありません、ね、こんな資格持ってたらこれ登録できる例えば司法試験に合格してんねん土地家屋調査士登録できません。 司法書士も、天然土地家屋調査士登録できません。司法土地家屋調査試験に合格してください、ということになります。では、どんな試験なのか、というところなんですけども、えー、これは、19年向けのパンフレットの中に載ってます、ね。土地家屋調査試験概要ということなんですけども、受験資格制限なし、どの方でも受験できますということで、ね。年齢 国籍関係なしで,す、ね、で試験、えー、今年から少し試験の期間時期が変わりました例年8月だったんですけど10月になりましたで午前の部が9時半から11時半午後の部が13時から15時30分これは一緒ですねで午前の部9時半から11時30分午後の部が13時からなんですがこのの部が13時からなんですが。 土地家屋調査士試験と一般に言うののはこの午後の部だけ言います、ね、午前の部ここに載ってますけどここに載ってますけども、ね、平面測量10問作図1問ってありますけどこれは調査士試験ってあまり言いません「なんでやねん」言うと午前の部を受けて調査試試験合格する方年間1人とか0とかそんなんなんですよ。 なんでやね言うと、えー、この午前の部は、えー、今から言いますし試験に合格をしていると午前パスなりますパスどんな試験か測量士法測量士1級2級建築士なんですよ。まあ 法令に精通するということもありますけれどもね土地買う調査士先ほど申し上げました外でアウトドアで何か作業するというところもあるのでそれの前提的な知識としてやっぱり測量的なところが理解できているかっていうところでしょうね。で建築士の資格においてもある程度その辺の、ね、測量的なところの、えー、イントネーションがある程度分かるからっていうところでしょうかね。でそこで えー、この測量司法測量士1級2級建築士を持って受ける方がほとんどやいうことなんですよ。じゃあ何も資格持ってへん人はどないしてんねん言うと、ねえー、この測量司法をまず受けるんやと、ね、で測量司法試験なんですけどもこれもどなたでも受けれって5月に試験がありますので5月に受けて その年の合格発表を受けて合格していると、えー、すでにこの一次試験パスっていう形で失礼午前の部パスということで午後の部、ね、不動産の表示に関する登記について必要と認める事項と書式というこれだけを受けることになるんですよ。でこの午後の2時間半これを調査士試験と言います。 でちょっと待ってやその後に口述試験って載ってるでって言うんですけどこれも調査試験とはあんまり言わないですよなんでやねん言うとこれねみんな合格するんですよなんやその試験はって言うとこの午後の筆記試験を受けたんが本人か不正してへんかいう確認なんですよ筆記試験しっかりその合格得点ある人 これ本人かどうかっていうチェックのところですね。で、ですからま筆記試験本当に自分の実力で受けてたら大丈夫ですよ。例年、ね、ほとんどごあの不合格になりません。ただよっぽど態度悪かったりね、えー、品位にかけたりするっていうのであと落とせるいうことになってますのでね、それをちゃんとしてね、えー、自分の試験であったことを表現できれば合格できるというものなんですよね。 でこの試験なんですけどもそこにありましたように択一の、ね、ものと書式がありますこの択一には失礼しましたこっち行きますね択一には、ね、不動産の表示に関する登記ということで不動産登記法と民法これらが20問出ます。 で書式というもので土地建物についての一致台先ほどねちょっと事例的にしましたこれねえじゃあ書式ですわ土地建物ですわとアウトドア行って外で測ってじゃあやりましょうというのはなかなかこれできないので疑似体験的にデータを持ってそれを計算してやるような時間になるんですよ。そうするとここんな風な風れは12ページに載っていうもので面積を計算したり こういう三角定規や分度器を使って図面を書いたりするというようなのが書式という形なんですよでこの試験特徴は2時間半なんですけどもこの2時間半で結構得点高いんですよ8割前後8割以上80点以上取らないと合格できない年なんかもあったりするんですよね。 まあこれ安心してください逆に言うとそんなに多くの法令じゃないところからギュッと圧縮して出ますよっていう試験なんですよね。ではこれね、えー、どのぐらいの、えー、ね期間がいるのかっていうところについてもこれからお話していきますね試験の概要はこんな感じなんですよじゃあこの試験に合格するためには どのぐらいの勉強期間が必要なのかというと大体いいね1年ですわ1年一年でいますじゃあほんまにできるのかっていうとまず結論からいきますと1年間で合格レベルには必ずなれます。合格ただ合格 できるかかどううっていうには、えーね、80点以上取らないという試験なので、ね、当日緊張もするでしょうけどそこでまあうんと、ね、多少の本人のそういう度胸というものがあるかもしれませんけど少なくとも合格レベル以上にはなれますよということだけは保証しておきましょう。ではその合格レベル以上になるのに、えー、どういう勉強をするのかというところなんですけどもまずね、えー 最初知識ゼロからですねインプット完成講座っていうのを受けていただくっていうことなんですよこの知識ゼロからって言いましたこのね法律科目的には民法と不動産等基本、まあ、民法についてはね他の資格宅建資格、えーえー、司法書士行政書士、ね、マンション管理士いろんなもので民法を勉強してられてる方もいらっしゃるかもしれません。で共通してる分もあります ね、でも不動産登記法に関してはね、実は、えー、あまり勉強されていないことが多いですね。大学の法学部の方でも勉強していない分野かなと思いますね。ということは、実は割とスタート一線なんですよ。ね、えー、どんな勉強してきた方にといてもスタート一線。まあ、ただね、えー、いろんなであの資格の学習経験あるから取り ゴミがね早いよっていうのはあるかもしれませんけどまあこの辺のハンディはある意味ないですね読書が好きやねん計算が好きやねんこれだけで入っていきますよねというところでこれで勉強を始めていただきますでどのぐらいの勉強量が必要なのかっていうところなんですけどもだいたいですね、えー、講義的には2時間半に区切っているのが1週間にだいたい2コマぐらい という感じなんで「すよねで予習」というのはほとんどしなくていいです。なんでやねん。でほとんど新しい知識だと言いましたあんまり知らんわけわからんところを読んだって知識が吸収できるわけじゃないので「で予習はいいです」じゃあどうすんのか授業を聞いて復習してください。復習どののぐらいするのか 大体このインプットという講義をさせていただいたのの倍ということは1週間でだいたい5時間ぐらい講義を聞いていただいてということは10時間復習しましょうね。10時間復習するということは平日だけに考えると1日2時間どうですかね楽勝やとも言えんけども無理やとも言えん微妙なとこちゃいますかね。 まあ、勉強だけしてる方やったら余裕やし働いてたらまあ精一杯かなと思われるかもしれませんでもね安心してください働いてる方、えー、毎日机に向かう時間2時間っていう必要もありません、えー、移動する時間とか、ね、電車乗ってるよ通勤時間そんなものの中でカードで記憶する時間とか作っていただいてもいいと思いますね。 ただね、えー、残念ながら土地開発調査紙書式用のがある言いましたよね。そこでは関数電卓使ったり、三角定規を使って図面書いたりしないといけないんですよね。それについてはね、さすがに電車の中で、毎電車でできへんやろし、車運転しながらできないということもありますので、えー、少なくともイディアで1時間ぐらいねはこうやって書いていただきたいなっていうのはあるんですけどね。 まあ、そのぐらいの感じで勉強はできるのかなというところなんですよね。ではそれでどのぐらい、ね、ここまでインプットしましたでも、ね、これファイナルトーレンってありますけどこれはね入ってきた知識を外に出す練習なんですよ外に出す練習。ねえー 少ない知識しか入ってへんのにたくさん出せたらよりいいんですよねいっぱい入ってんのに出せるのが少ないっていう方はこれはね具合悪いんでねそれを訓練するような時間なんですよ。でこれをもってね1年間頑張っていただくと合格レベルにはなれますよと実際にできるのか多くの方がその実績作っておられますし私自身も測量手法 測量手法というのをこの辺で受けながらこれ1年で合格することもでできましたねでは時これを授業を受けないでじゃあ独学でやったらどうやねんっていうと独学でやるとだたいね3年以上ね勉強の仕方によっては5年以上逆に5年以上かかっても合格せえへんいう方もたくさんいらっしゃったりしますね,でねあと独学でね。 調査士合格してん3回やねんって言うてもねじゃあちょっと安ついたんかなという感じなんですけどこのそんな方もねファイナル討論っていうのは結構受けてるんですよねそうするとこのファイナル討論ね3回受けたらこれね全部受ける方がよっぽど期間的にもコストフォーマンスえいんちゃうかなっていうところなんですよね,ね ということでいたでただね試験的には、えー、8割取らないといけないというところの特徴と文、ねえー、系理系がちょっと融合しているなというところがありましてねでは文系の方が有利なのかな理系の方が有利なのかなどっちやねっていうと、ね、これはどっちとも言えないですね。 文系の方でもうね数字みんなも嫌やねんって言うとこれは具合悪いかもしれませんけどちょっと算数的なところも頑張れんねんなっていうことは大きいやし理系の方でねえ法律文読むのも嫌やねんっていうと具合悪いですけどある程度それができる方であればそれでもいけるでしょうねっていうところなんですよね。なんですよね。で大体1年でしたね。で実際それできるのかなっていうところなんですけど私自身もね全然関係ないねえ職種、えー 働きながら勉強して1回の事件で合格できましたし大学も小学部ということでこの法律科目とも直接関係ないところにいましたけども合格できたっていうところを考えると授業だけで十分かなっていうところを思いますね、はい。というところで今日は「土地買う調査士ってどんな仕事どんな職種」っていうところで「職業」というところでどういう業務をしているのか。 でそれはどういう人から依頼を受けて仕事をするのか、ね、でどういう設備がいるのかどんな経験がいるのか、ねえー、そして学習方法どういうことなのかどのぐらい勉強期間がかかるのか。 とというううころででお話をしししてきました、えー、どうでしょうかね魅力的な資格ということで思っていただけましたでしょうか、えー、昨今ね行政手続きのオンライン化などによってね一般の方がいろんな自分のことについては申請できる時代になってきていますしかしねこの不動産土地や建物を登記するについて現況というのがありましたので、ね、測量という作業が、ね、あ含まれます。 というとやっぱり専門家である土地家屋調査士が登場するであろう機会はですね今後も、えー、まだまだ続いていくんちゃうかなと思いますね。えー、ぜひ皆さんも,もうその専門家の一員になってですねただこれするにはそうなんですよね土地家屋調査士に試験に合格することが必要だということなんですよね。 はい、レックの講座を受講していただくことによってです、ね、調査値について全く知識がない方つまり、1からのスタートでもです、ね、1年間の学習期間でその試験に合格できるだけの知識をつけることができるということを、えー、締めの言葉として本日のガイダンスを終了させていただきます。えー、ごご聴ありがとうございました